中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。さあ、ずっとコンフォートダイナーの副社長武井さんね、ミッチーといろいろお話ししてきましたけど、うん、はい、まあ今回に限ってはペタちゃんがね今闘病中ということで、本当にね頑張ってほしいなって、まあ本当に頑張ってるんですけど ね、全然すいません、助っ人にならなくていやいるだけでしたけどね、本当は最初はやめようと思ったんですよね、うん、しばらくお休みしようと思ってたんですけど、この放送自体を、でもディレクターと話して、いつでもペタちゃんが帰ってくれる場所を作っておくっていうことが大事なんじゃない、でまたね気軽に何かこう治療とかあったらちょっと抜けてもらえるような、でそんな時にでもそんなこといろいろ頼める人いないよねと思ってたんですけどあ、クミちゃんならやってくれそうとか思ってねありがとうございます、思い出してもらって嬉しいです。いやもうクミちゃんとペタちゃんと私と3人で、うん、去年の今頃何してたかなと思ってたら、よくフェイスブックとかで、うん、去年の今頃あなたはこんなことをしてましたっていうのがポコッと出てくるじゃないですか、うん、あります、あります。就活と話し方、まあ、そのセミナーとかをやってましたね、うん、3人で、うんうん、やってましたね、うん、そう、あの時にあの3人で、うん、ファミレスに行ったの覚えてます？覚えてます、打ち合わせで ね、うん、あのまあ、お茶ばっかり飲んでたんですけど、そうそう本当にあの時お茶ばっかり飲んでましたよね、毎回毎回飲んでたんだけど、うん、その中でアジアの歌ババアっていう、覚えてる？覚えてる、本当？ぜひ何かこう3人でペタちゃんはもちろん歌えるわけなんだけど、クミ、うん、ちゃんもダンスとかできそうだけどね、なんか私バックダンサーでいいんで、うん、3人でそのユニットを組んで歌を出したいなっていう夢を、なんかちょっとそこで盛り上がったんですよ。確かにそうでしたね、うん、それであのぜひこうペタちゃんにはこの闘病中にあの作詞作曲を頑張っていただいて、そうよねペタちゃんの特技って似顔絵もあるのよね。あ、そうなの？すごく似顔絵が上手なんですよ。あ、それは知らなかったです。ですから私本とかもぜひペタちゃんに出してもらいたいなと思うんですよね。いろいろこう書いてほしい、書いて、うん、このね、中年の星のこととかもいろいろ書いてもらってね、うんうん、そういろいろ発信してもらいたいなと思ってるんですけど、そうで、あの、ね、歌詞渡していただけたら、うんうん、一緒にね頑張って練習してデビューアジアの歌ババアそれが夢です。そうですね、私のもうそんな感じでまたね3人でいろんなことができて、うん、3人でまたね早く1日も早くペタちゃん元気になってます、うん、お話ししていただいて、そんな機会を設けたいと思ってます。でまたこの中年の星、熱血中年の星、ペタちゃんファンもたくさん見てらっしゃると思うんですけれどもね、ぜひあの今一生懸命頑張ってます、病気と戦ってますので、うん、温かいメッセージなど応援メッセージのお寄せいただければと思いますね、うん、お待ちしています。でも本当にでもクミちゃんとはね、うん、本当に久しぶりで、はい、昔あのペタちゃんも私もクミちゃんもあの某 FM 宮崎であのお話ししていた時期があってね、でいつもいろんなことを相談したりとかしてて、で私がアメリカ留学中にクミ、うん、ちゃんは中国に留学してて、はい、そのあたりが接点になってね、あの番組以外のところでお友達になったんですよね。そうでしたね、最初は。なんかもう私の相談を本当いつもペタちゃんとペコちゃん聞いてくれて、それでだから何にもならないなんでで、ね、もうあっという間に20年近いですよね、うん、そうですね、縁がつながっていますけれども本当に怖いって感じですけど、熱血中年の星から中年の後は何になるの、うん、その後の番組もできそうな勢いですけれども ね、 ですね、はい、まあでもアジアの歌ババア目指して頑張っていきたいですね、うん、はい、歌います、はい宣言しますということでね、やっぱり言わないと夢は叶わないということで、うん、あえて言わせていただきましたけど、本当にクミちゃん今日はありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。またこれからもねいろいろとお手伝いしていただいて、一緒にまたいろんな形で番組とかもね、うん、やっていただけたら嬉しいなと思ってます、はい、またペタちゃんもねぜひ一日も早く回復してこの舞台に立ってくれると嬉しいなと思います。皆さんの本当に温かいメッセージお待ちしています。お待ちしています。今日は本当にクミちゃんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。では恒例になっている行事があるんです。お、一緒にやってもらえます？え、何でしょう？言うの忘れてましたけど何あのね To be continue でこうやって振るっていうのがあります、はい、じゃあ今手打ちましたけどいきますじゃあクミちゃんいくよ、はい、